おはようございます10月19日月曜日の東京インフォメーションです東京都は業界団体が新型コロナウイルスの感染防止対策として行う自主的な取り組みを支援すると発表しました虹のステッカーですね、えー、これに、えー、を貼っていただいている業界団体へ、まあ、支援事業を開始をする業界団体でそれぞれ回っていただいて 巡回していただいて店舗の感染拡大防止対策を点検したり指導したりするというその費用を補助するということで補正予算の中にも含まれておりますまた対策がさらに進みますように店舗向けの啓発動画それから利用者の協力を促すための ポスターの制作など、普及啓発を行う際は、その費用を補助するという、こうした業界団体の自主的な取り組みの支援、これを通じてより一層都民が安心して店舗をできるように、感染拡大防止対策を強化してまいります団体向け新型コロナウイルス感染防止対策、自主点検等支援事業の対象となる経費の一つが、 都が定めるチェックシートによる点検指導に要する経費で、補助率は10分の10、限度額は1000万円です。もう一つ、業界内または都民向けの普及啓発に要する経費は補助率が10分の10、限度額は300万円です。募集期間は来年2月12日金曜日までです。 募集対象の団体や申請に必要な書類など詳しくは東京都防災ホームページ総合支援事業で検索してください多摩地域の女性のための再就職支援窓口女性仕事応援テラス多摩ブランチが開設されましたこれは家庭と仕事の両立を考えている女性の相談に年間1万件以上対応している 女性の再就職支援窓口、女性仕事応援テラスの多摩地域版で、マザーズハローワーク立川などと連携した職業紹介をするなど、就職まで一貫した支援を行う施設です。主な対象は、出産や子育てを理由に離職された女性など、家庭との両立を図りながら再就職を目指す人です。窓口が開設されたのは、JR 立川駅から 徒歩およそ7分のところにあるオリンピック第三ビルの2階で利用時間は年末年始を除く平日の午前9時から午後5時ですオープン記念として色の効果を就活に生かそう第一印象を良くするセルフプロデュースがテーマのオンラインセミナーが今月30日金曜日から来月13日金曜日まで配信されます申し込み方法など詳しくは 東京仕事センター多摩のホームページをご覧ください産業労働局は東京の産業と雇用就業2020を発行しましたこれは国の経済センサスや就業構造基本調査をはじめとする各種統計データをもとに東京の産業や雇用就業の実態や特性などをわかりやすく解説している冊子です 1> 第1部では去年の東京経済・雇用情勢の主な動きや6つのトピックから捉えた東京経済など、第2部産業編では東京の産業別の事業所数、従業者数、業界の最新動向など、第3部雇用就業編では東京の就業構造の変化や就業者を取り巻く状況などが記されています。 東京の産業と雇用就業2020は都民情報ルームで購入・閲覧できるほか、産業労働局のホームページに全文が掲載されています。新型コロナウイルスに打ち勝つため、とは都民・事業者・東京都の責務を条例で定め施行しています。感染しない・感染させないを合言葉に、都民の皆さんにはこまめな手洗いを実践すること、 会話をするときは、家でもマスクをし、定期的に換気を行うなどの感染予防を習慣化するよう呼びかけています。さらに、インフルエンザの流行に備えて、特に高齢者の皆さんには早めに予防接種を受けられるよう呼びかけています。ここまで東京インフォメーションでした。